バルさんこんばんは、しばれーす。さあ、エンサノーにやっていくんだけど、ちょっと編集中に見てて思ったのは、四股踏みと、危険攻撃の、なんか直線ダッシュ攻撃食らいすぎ。四股踏みでは知らんけど、あれでなんかね、氷炭使わせられてる感がすごい。で、死ぬ時は、危険直視。危険直線。だからね、基本的に攻めすぎだな。見てて思った。もう性欲を抑えきれてない。もうガンガンいっちゃって、ちょダメだわ。四股踏みに傘とか使ってたけど、多分あれはね、まあ、ガードでいいと思う。四股踏みは普通に。ガードとか弾くとかさ。この集中できる一発目で勝ちたい。最初ポーズ取る。はい、はい、はい。四股踏み来るか。四股踏み。あ、弾いても。オッケー。ちょっと傘ビビって使ってたら、危険攻撃これだよ。これで死んでることが多すぎんだよな。これは、あーダメか。もうちょっと離れた方がよかったな。避けて、いやもうとりあえずね、序盤はね、俺脳の病気で攻めないと死んじゃう病気携えてるから、絶対に後半はね攻めなくても大丈夫なんだけど、前半はマジで攻めないとダメな病気に俺かかっちゃってんのよ。脳の構造的に無理なのね。攻めずにはいられない病気だから。オッケーオッケー。いや、こんだけ殴ってまだ半分なのか。で、ガード。あ、やっぱいいな。うん、やっぱ、間違えてないわ。いやー、横か。あかん、あかん。あ、これポーズか。なんなん、このポーズは。よくわからん。で、離れたら、近寄ってきて遠距離攻撃が来るから、これ殴る。はい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 。で、危険攻撃だとこの HP 今、満パンで死ぬから。で、もう一回来るよな。あれ、来ないわ。四股踏み、あーガードできなかった。オッケーオッケー、回復しよう。まあまあまあ悪くない。第一形態はね、3つポーン3つで終わしたいね。あと炎上だけは絶対できない。ちょ、はい、ほいほい。オッケー、いいよいいよ。で、突っ込んでいけるから俺も突っ込んで、これはボーナスだよね。確定で3回は殴れるから。はいはい、よしよし、これもボーナスサービス。なんで当たんないねあれ。オッケーオッケー。はい、よし、もうこれでいってくんない。あー弾けなかった。もうだから攻めすぎなんだよな。まあ、病気だからこれ治んない、しょうがない。よし、まあこれでもういったろ。いけいけー、あっあおつけ、この距離まで離れたら、あぶれ、今中段場だったな。で、ここ外野のもん。よしよしよし。2、3。はい。で、2殺して HP がちょっと回復するから。オッケー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 。で、こっからはあれだ、離れるから。で、アコの目がね、思ってる多分20秒、30秒しか時間持たないから。このタイミング。使って、で、ジャストタイミングじゃない？はい。あー、でも結局殴れないんか。危険攻撃ちゃんと避けて、はいはいはい。傘もう使ってもいいかな。ちょっと傘使わなすぎ感があるかな。もうちょい傘使ってもいい。はいはいはい。蹴り、いいいい。やっぱり1回目は集中できるな。頭すっきりしてっからね。雑念がね、雑念がどうせい。あ、もうアコの波切れちゃってね。こんなに切れんの早いってさ、編集中見て思ってた。びっくりした。あ、アコの波ってこんな。うわあ、アップな。火消し使わなくても大丈夫かな。いや、こん時もな、こいつ、鍵詰めで止めればいいんだけどね。はい。はい。はい。いや、でもかなりいいぞ。これは弾く。弾けなかったわ。全然いい。よしよしよし。で、遠距離来たら、なんか違うな。変わるのか、第二形態とかね。ポーズ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 。オッケー。はいはい。で、これ金玉揺れてるってコメントあってさマジで笑っちまうわ。はい、よしよし。いや、すごくいいね。やっぱり集中力が欠けてる時にやるもんじゃないわ、こいつは。レベルがまず高いし、こいつの。全然いいよ。よしよしよし。
あれがちょっとね、範囲がまだ分かってないから危ないね。ちょっとこれビビってやっちゃうけど、まあいいや。あ、でもやっぱ傘だとひるみがないからね。当たんない。はい、よしよしよし、6個で持っていけるか。いやー、やっぱこれだな、これが当たるな。ガチ避けられない、あれ。はい、あー、この時も飛べるんだって忘れてた。ちょっと落ち着こうか。はいはい、ここは攻めすぎずに来るか。炎来た、届け。あー、届かなかったか。鍵詰め、いや、いい、全然いいよ。ここで決めたい。よしよしよし、で回復して、これどうすっかなって。あれだよな、ぐるんぐるん大車輪が来るから、離れるだけ離れて、あれ、あー来たね。やっぱ確定か。でここでアコの雨、よし、タイミング最強。あぶねえ、外野で守っといた方がいいが、余裕はあるよな別に。ちょっとビビって傘使っちゃうけど、あ、いや、もうだ、第3ゲーム、そうだよ。あー、これは傘意味ねえ。あー、よかった、知らないで来ました。キョロー、おいしょい、外役、オッケーオッケーオッケー。全然いい、全然いい、かなりいい、むしろ一番いいわ今まで。当たんない、ほい、はい、全然アコーの雨切るとき、あるときで切れなかったな。傘は間に合わないか。で、この HP は外役でいい。で、アーコーの雨入れてラスト行こうか。ちょっとこれ怖いから傘、はいはいはい。いやー、ちょっと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 、いやー、強いな、本当に本当に化け物だわ。いや、傘バンバン使っていこうぜ。はい、全然傘使ってこう。あら、これ意味ねえんだって、危険の攻撃は傘でやっちゃうわ。ビビっちゃって止めた。おれ、あ、ボーナス技、ボーナストラップ、はいはい、よしよしよし、はい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 。ダメ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 、いけるいけるいける、か、勝てるわ。うわぁ、ビビリ散らかしたなぁ。くそー、こっちかもやっとくべきだったね、あの炎ダメージのあれを低くするやつ。あそこまで行ったらね、ちょっとビビったなぁ、マジ。いや、一回目で勝てなかったが、これはやばい戦いになるかもしれん。よーし、回復6個残したか。やっぱ2回目もまだ集中力あるな。まだやれるわ。まだやれる。さっきよりはちょっとね、食らっちゃったけど、全然いけるわ、まだ。で、ここで、もう外薬全部使っちゃったけど、赤素材の火消し粉と、で、回復、いや、まあ、片白返しは、片白返し、なんか別のアイテム作っちゃった。片白流しはまだ片白14あるから大丈夫だな。これ邪魔だな。邪魔なものは消しとこう。外薬もいらない。そして、使って、いやー、それ強くない？ほぼもうノーモーションだからな、あれ。ちょっと回復入れるか。大丈夫、まだ5個ある。いやー、やっぱアコーダメ使うとね、殴りたいっていう、つかむしろ時間が少ないから殴らなきゃいけないっていうあれに駆られて、ちょっと距離を地味な感じにしちゃうのが良くないな。で、もう1回じゃなかった。これは飛んで、あー、ちょっとビビって指が動かない。いや、第3形態の違う、俺やっぱビビるんだよな、恐ろしく。 OKOK、負けまくってるから、ちょっとね、今度こそ勝ちたいみたいな感じで力んじゃう。しっかりで、一回前へ行って殴って避ける。これはだいぶ避けられるようになってきた感じするね。冷静に対処できるようになった気がする。はい、これは遠距離来い。なんだこれ、あー、それ、これって中にいてもいいのかな、ねえ。あ、中にいてもいいんだこれ。中は食らわねえわ。オッケーオッケー。
かり弾いて、はいはい、避ける、もう一回来る、ポーズする、ポーズ来た来た、ボーナスタイム、ボーナスタイム、あー違う違う、いや大丈夫、まだ回数一回残ってる、はい、あーやべ、あっぷり2個使ってきた、いやーマジかよ、やべ死ぬ、あーくそ、あと少しだ、いやマジでもこれで勝てなかったら今日勝てなそうだから本当にやばい、いやもっと傘使っていいよな、あとちょ、え、うわめっちゃ言葉なんか変わるやん、それ初めて見たんだけど、あーやべ、それか、強すぎさあちょっと出れなくなったわけだけど、うわあ、うわあ、よし、まだアップね、よく今生き残ったな、で神々食って、もう数しかない、回復ない、アコウの飴もちょっと行きたいの、これオッケー、ここ来た、ボーナスオート来た、絶対当たるな、絶対当たるな、よし1、2、3、4、5、アコウの飴の5連撃強いぞ、間に合え、危ねえ、いやーもう、もう誰か助けて、強い、アコーダメ入ります、殴るしかねえ、ガー、アコーの飴1個になったか、もうアコーの飴には頼れないね、かといってこっちの片白3つ使ったアコーおろしするわけにはいかないからね、傘で片白は使うから、いやーついにちょっと追い詰められ始めたかな、うわーやべー、もう回復ねー、いつもこの辺で回復なくなっちまうな、はいはい、ガップね、フォローで見えねえよバカ野郎、はい、ちょっとビビって傘あっちゃうな、オッケーオッケー、いいよ、はいはいはい、半分切ったか、でも回復ねえかな、こっからだな、もう全ての相手の動作に傘を合わせるべと思ったら食らっていく、はいはいはい、傘、はい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 、これ俺カニバミ行ってもよろしいか、これさぁ、でもカニバミね、俺セキュロ初めて3つゲットしてきたけど2個こいつに使ってね、これ使ったら最後なんだよね、しかもと言いつつ使っていく、おいで、最後のアコウの飴も使いましょうか、うん、ラストアコウを使ってしっかり避ける、でも傘を使いまくる、で勝つ、もう一回来る、よーしポストだ、ナイス、一回ぐらい生きる、あぶね、はい、おおこれ勝てるぞ、ついに傘ふんばり近い、傘をふんだんに、はい、で無限に切りつけていい、もう無限に、なぜなら傘があるから、あこれやばい、終われ終われ、よーし、戦場にいたのはエンサの炎に飲まれた石板の鬼であった。これ物資殿だ。だからいなかったんだ、あれでらに。あいつどこ行っちゃったんだろうと思って。俺ワンチャン物資殿がラスボスなんかなとかも考えてたけど、お前か。え、何があったの。
何があったの？なんかさ、武士殿の話でさ、なんか昔なんか修羅になったみたいな、で、あの一心が片輪で落として助けたみたいななんか感じだったじゃん。もしかして修羅になったって、なんか昔もこうなって一心がその時は助けてくれたみたいな感じなのかな。これもなんかどっかのルートだと分かるってこと なのかな。それとも酒全部飲ませると分かるとか。やっぱり動揺してカミカミだけどさ、うわ本当に強かったなこいつ、本当に強かったわ。攻め力を強化する。あ、ある男が修羅になり損ない遠さの炎の積もり先となった。因がゆえなかなかに死にきれぬ。だが鬼となりようやく行けた。修羅になり損ない、じゃあ修羅にはなってないってことか。ちょっとよくわかんないな。いやまさにね、もう全力にふさわしい、全力という言葉を使うにふさわしい相手だったね。本当に本当に強かったな。神場も3つ使ったしね、ラスト戦に取っといたのにな。よしお前ら、ここも貸した。でね、なんだっけ、あの天狗、前回なんかアジナを頼むとか言ってた人間の鏡の天狗いたやん。あいつがいるとこにエンサの鬼倒した後に、なんでなん。あ、いやここ物理的に届かねえな、紛らわしいな。あ、こいつか、てかこいつ死んでなかったっけ。あれ違うな、天狗ってこいつのことじゃねえんだ。ここかな、このばあさん。あれだよね、ここにいたばあさんか。多分天狗ってあれが最初に天狗と会ったところか。へえ、あんたまた生き残ったのかい。当たり前だろ、俺が操作してんだぞ。分かってるんだろ、あの片腕の鬼が元は何者だったのか。あ、この話か。え、分かってないの。そうかい、その方がいいかもしれないね。何の因果か、遠さの炎に焼かれ鬼となり苦しむ者がいた。あんたはそれを終わらせた、それだけのことさね。赤狼、俺よりバカだった。あんた覚えておきな、遠さはもう積もる先を失った。戦が続けば世はもっとひどいことになるだろう。だからってあんたが代わりになることはないんだよ。え、代わりにもなれるの。じゃあそれが別のルートってことなんか。エオンディング、いや待って、エンディングと4つを混ざって4ディングって言っちゃったけど、エンディング4つあるらしいからね。これが俺が今からやるのが多分一番ハッピーなんじゃん。巫女様死なずに赤色だけ死ぬエンドでしょこれは。てかエンサが積もる先を失ったってことはあれか、なんかその憎しみ的なものを全部あいつが一人でこうなんか他人のも吸収してたってことか。それで鬼になったってことかな。さあもう大雪、あんたにはあんたのお役目がなすべきことがあるんだろう。うわすごい、見通されてる感がすげえわ。さすが熟年のババア、言うことが違えな。よーい、そしたらいよいよ残すはラスボスか。ちょっとコメント見るか、他になんかやり残してることあるかな。ちょ、たまりにたまったね、銭袋解放したから。まずこれ火打ち石、まあなんか爆発範囲がある斧だな。まあ斧使わねえからな。でこれが本命よ、支援火花、爆竹でひるんだ直後の敵に対しては与える HP 体感ダメージが微増する。これ絶対強いよな。結局今のところ俺の忍具最強は爆竹だと思ってるから、まあ、遠距離で離れた時用の手裏剣とこれがあればやれるべ。黒月す石よた、すみません、お酒は今は。だよねこれごめんな、空気読めなくて。だよね。なんでこいつ、なんだこいつ、戦意を失うな。お前目の前で大将がやられたからってよ。ここか、あーここくせえね。ここあれじゃん、源一郎に片腕ぶっ飛ばされたとこじゃん。なるほどな、元気回転やつやこれ。あーここだ。
いよいよだな。ああ、やっぱそうだ。あの、源一郎と、初めて戦った時の場所だね。あれ？あ、